そういえばライザたちが冒険してる場所って基本的に王都の周りだったかしら。うん、そうだよ。そっか、じゃあ北の大地にはまだ行ったことないのね。北の大地、確か崖の向こうの。さすがにちょっと。それはそうよね。でもどうして急にそんな話を。あの大地についての逸話があってね、子供の頃に聞いたのを思い出したの。何でも崖を避けてすっごく遠回りをすれば向こう側に行くことはできるらしいの。以前実際にそうやって向こう側に迷い込んだ人もいたんだけど。いたんだけど。その人ね、向こう側で何か恐ろしいものを見たとか見てないとか。何かはともかく、せめて見たかどうかくらいははっきりしてほしいな。あくまでも逸話だから。でも実際に行けるのは本当らしいわ。それに見たか見てないかはっきりしないのって、それだけ衝撃的なものだったってことじゃない。あまりにも恐ろしくて見てないと思いたくなるくらいのものだったとかね。ゼフィーヌさん、もしかして怖い話とか好きだったりする？どうでしょうね。ん？北の大地？確かタオが新しく解読した伝承に似たような下りが書いてあったような。北の荒野の先を目指す旅人は竜が眠る地を見るだろう、だっけ。もし行くようなことがあったら何があったか話を聞かせてね。竜が眠るか、まさかとは思うけど、住み着いてる竜と戦うなんてことにはならないでほしいな。フィーはどう思う？竜が眠る地、怖い？ひぃわからないよね。北の大地か、近くまで見に行ってみようかな。これはすごい崖ですね。パティは北の大地の逸話は聞いたことあるの？危険だから近づいてはいけないという話しか聞いたことないですね。そうなんだ。ゼフィーヌさんが言ってた恐ろしいものってなんだろうな。恐ろしいものっていうと、大きくてすごく強い何かとか。多分ね、竜じゃなければいいんだけど。北の大地、この崖の向こうに遺跡の手がかりがあるかもしれないのか。気になるな。これからどうするんですか？まさかこの崖を飛び越えようだなんて言いませんよね。向こうの崖まで行く方法か。大樹の苗木があれば向こうに渡れるかも。そうだな、ここに橋の代わりにかけられるような大木はなさそうだし。一度かけてるところ見てみたいけどね。
北の大地。信じられない、こんな何もない荒野が王都の近くにあったなんて。土は乾ききっていて草もほとんど生えていない。でも当然ね、ここの大地からは精霊たちの力がほとんど失われているもの。これまでほとんど人が踏み入ったことがない地か。どんな場所なんだか。とにかく進んでみよう。町の外にはほとんど出なかったから新鮮な気持ちになるわ。材料じゃなくて取れた。料理の材料に使ってくれねえかな。取れた。サラサラっと取れた。砂は簡単に取れるからありがたいな。あった、これこれ。砂も材料になるのか。あった、これこれ。不思議なもんだな。取れた。よいしょ。魔物臭がすごいのが難点だけど、これも必要な材料だもんね。これ魔物から取らないといけないっていうのが難度高いのよね。燃えろ。砂って普通の砂でいいのかしら。燃えろ。いけ。ちょっと持ちすぎかも。砂をどうするのかしら。砂鉄や砂金が目的とか。よーしょ。
ちょっと疲れた。歩きにくいし、強そうな魔物も多いし。少し休憩を挟んだ方が良さそうだな。うん、レント君に賛成。あれって竜じゃねえか？うん、そう見えるけど大きすぎない？前に戦った竜とは比べられないくらい。おいおい、この辺りはあんなのまでうようよいるわけじゃねえだろうな。まさかここに迷い込んだ人が見た恐ろしいものって。あんな大きな竜なんてさすがに予想してないよ。ライザ、一度出直した方がいいんじゃないかな。さすがにそれはないと思いますよ。あそこまで大きな竜が生息していたとしたら、どう考えても王都の人間にも目撃されると思いますし、少なくとも私は生まれてから一度もそんな話は聞いたことありません。よかった、それ聞けてちょっと安心したよ。なあ、あの竜のところまで行ってみないか？あそこに？どうして？っていうか、あそこ以外に行くところないだろ。どこを見ても荒野が続いてるだけなんだし。それなら唯一目についたものを目指して進むのは別におかしいことじゃないだろう。それもそうだな、いい判断だと思うぜ。大丈夫かな。ライザはどう思う？他に目につくような場所もないし、行くしかないでしょ。フィーフィー。冒険、そういうのも悪くないのかもね。大丈夫かしら？もし食べられたりでもしたら。そこ！いっけー！
この辺りの草でも錬金術に使えるのかな。ザクザクっと。いけゴー。この辺の草適当に持ってってみるか。服を繕ったりしてるからかな。なんか糸の扱いが上手くなったような。お、これってちょっと腹痛くなるだけの食えるキノコだ。魔物から取らないといけないっていうのが難度高いのよね。石ころなんか使ってライザは何を作る気だ。よいしょよいしょ。毒キノコかそうでないか、ワクワクするね。少しかじって様子を見るのが一番だぜ。だね。あれ、どうしたの、タオ。うん、なんだか違和感があるような。なんだろう。信じられない。こんなに大きな生き物が何匹もこの辺りにいたなんて。どうしました、レントさん。おい、こいつの奥、洞窟になってるぜ。
え、本当？やっぱり奥へ進めるみたいだ。ひょっとしてここが遺跡なんじゃねえか。それって例えば骨が大きすぎてそのまま遺跡になってしまったとか。もしかしたらってことだ。ほら早く入ってこいよ。おい危ないぞ、迂闊に入るんじゃねえ。本気ですか？骨の中に入るなんて気持ち悪いですよ。昨日今日死んだわけじゃないだろうから平気よ。化石の洞窟に入るような感じかな。余計怖くなるようなこと言わないでください。ライザっていつもああだよね。うん、僕の知ってる限り子供の頃からずっとね。おい、ったくしょうがねえやつらだぜ。よーしょ、そりゃー、なんだ余裕余裕。当てる、そこ正解、連続よ、そこ当てる、伸びる、そこ正解、連続よ、そこ当てる、連勝、そこ無駄の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 無駄。当てる、届いて、まだまだ、まだ剣の巻き手に止められるかしら。カトリキュさん、合わせて激しく援護するよ。これだけしか当てる、飛びなさい、逃がさない、正解、当てるよ、そうだ、そこ無駄無駄、無題の一撃、問題なしよ。そりゃあ、知識で知っててもむやみに食べない方が安全だよね。燃えろで、改めて触ってみると砂の感触って気持ちいいな。これ小さな石とかも混ざって届いていいのかしら。
よーい。砂って普通の砂でいいのかしら。よーいしょ。花を使った錬金術見てみたいかも。届いて。骨で塞がれているようね。なんとか動かせないかな。骨って重いんだね。ちょっとどいてみろ。骨くらいなら俺がぶった切ってやるぜ。あいってー、なんだよこの骨、硬すぎんだろ。切るのも無理そうね。無理をしないでも道はまだ下に繋がってるわ。先にそっちを目指しましょう。なんだろうあれ、宙に浮いてるみたいだけど。なんとなくですけど、心臓に見えませんか。あの大きなのが心臓。おかしな話じゃないわ。外から見た竜の大きさから考えると、心臓はあれくらいの大きさはあるだろうから。じゃあ生きていた頃はあれが動いてたってことですか。動いていたと思うわ。魔力が通っていた痕跡もあるし、今はその源が枯渇してしまっているから動かなくなっているようだけど。じゃあその源をどうにかできれば心臓がまた動き出すってこと。どうかしら。ただ可能性がないとは言い切れないわ。動いてほしいわけじゃないんですが。
確か前に何が出るかな。遺跡探索で何度も見てるからかな。昔より慣れてきてるかも。間違いねえ。これは集落の跡だ。ちょっと待って、ここって竜の中なんだよね。なのにどうして集落の跡があるの？それじゃあまるでここに住んでたみたいじゃない。実際住んでたんじゃないかな。どういうことですか？外で竜の骨を見たとき、こんなに大きな竜が生息しているのかと思ったんだけど、この集落の外壁に使われている石は外の竜の骨のものと一緒みたいなんだ。つまりどういうこと？多分だけど、外の大きな竜の骨はここに住んでた人が作った偽物なんじゃないかな。え？けど、わからないわ。昔の人はどうしてあんなものを作ったの？それはまだわからないよ。僕も今、やっと違和感の意味がわかったばかりだし。でも、伝承と関連付けて考えると、ここは遺跡の一つで間違いないってことだね。まさか、こんな形で発見することになるなんて。僕らがこの遺跡に感じている全ての疑問は、先へ進めばきっと解けるはずだよ。そういうことならここで悩む必要はないね。さっさと奥まで行って疑問を解消して、みんなでスッキリしよう。ああ、賛成だ。もう考えてばっかりは疲れたからな。気合い入れて先へ進もうぜ。これは水槽？何を貯めてたんだろう。もしかするとここでは魔力に関する研究がされていたのかもしれない。かすかに残ってる結晶体から魔力を感じるの。自然のものとは明らかに違う高純度のものが。なんでそんなことを？
ワクワクするね。これも作り物かな。そうみたいだな。ただ単なる飾りとして片付けるには異彩を放ちすぎてる気もするがな。外の骨もそうだったけど、竜に何か思い入れがあったのかな。家の中や外に動物の像を守り神として置く地域があるらしい。もしかして昔の奴らは竜を守り神として扱っていたとは考えられないか。守り神、確かにこれだけ大きくて迫力のあるものなら十分守り神になりそうだけど、でもそうだとすると何から何を守ってほしくてこんなすごく精巧な像を作ったのかな。わからんが、それだけ恐れていたものがいた、もしくはあったのは確かだろうな。書いてあるのかはさっぱりだな。すごい、古代の文字が書かれた石板がこんなにいっぱい無造作に落ちてるなんて。ったく、見た目はすげえ変わっても中身は昔と変わってねえな。そうだね、こうしてると昔のタオ君そのままだよ。ねえタオ、この石板には何て書いてあるの？さあ、僕に聞かれてもさっぱりだよ。
読めるから喜んでたんじゃないんですか？え？読めないからいいんじゃないか。解読する楽しみがあるんだし。本当、何が書いてあるのか楽しみだな。早く解読してみたいよ。本当、タオはいつでもタオだね。ええ、いつでもどこでも呆れるくらい夢にまっすぐな人です。錬金術の素材になってもらうね。大丈夫か？うん、あれ私どうして、うわっ。ああ、やっと目を覚ましたか。もう大丈夫なようだね。え、ここってさっきまでいた。なんだかさっきと雰囲気が…うん、それより…私のこと、見えるの？わかる？何を言ってるんだ？やっぱり、頭でもぶつけたか？やっぱりそうだ、私を認識できてる。それに、クラウディアやタオたちもいない。これって、なんだろう、夢の世界みたいな。夢でも何でもいいや。遺跡の先に進むヒントがあるかもしれないし、調べてみよう。上には危ないから行かない方がいいよ。え？心臓より上は特に危険だからね。僕たちも滅多に行かないんだ。心臓って？あれは確か私たちが見たのは動いてなかったのに。そんなはずないよ。僕の知る限り、竜の心臓はずっと動き続けているからね。ねえ、その竜の心臓っていうのは何なの？
ここの動力源のようなものだよ。巨竜の血を燃料にして竜の心臓が動くことで竜骨谷を守ってくれているのさ。つまり竜の心臓を動かすには巨竜の血が必要ってことか。だんだん分かってきたかも。あれ？なんだろうこれ。これって骨？ん？あそこ道なんかあったっけ？これで我々にできることはやった。だが本当にいいのか。このままでは魔力のバランスが崩れてこの土地から緑が消えることになるんだぞ。バランスならばすでに崩れている。あの化け物どもがこの世界に出現した時点で魔力の流れの乱れは始まっていたんだ。我々が魔力を吸い上げて送る前からこの土地の未来は決まっていたんだ。この地が緑を保っていられるのはあとどれくらいだ。すでに崩壊は始まっている。季節が巡る頃には荒れた大地へと変わっているだろう。そうか、ここが荒野だったのってこの遺跡が魔力を吸い上げたからなんだ。でも送るっていうのはどういう。あれ？ライザ！ライザ！ライザ！よかった。目を覚ましてくれて。私どうしたの。そりゃこっちのセリフだ。お嬢ちゃん急にぶっ倒れちまったんだぜ。おいマジで大丈夫なのか。体調悪いなら無理すんじゃねえぞ。うん、それは大丈夫なんだけど、なんだか変な夢を。あれ、これって夢で拾った骨？ライザ、本当に大丈夫？うん、それより私、見たんだ。竜の心臓が正常に動いてた頃を。多分、大昔のこの遺跡の記憶だと思う。竜の心臓？それって道中にあったあの心臓みたいなもののことですか？うん、あれはこの遺跡のまさに心臓なの。あれが動かなくちゃここの仕掛けは動かない。それを動かすには巨竜の血。え？
うん、そうなの。竜の心臓を動かすには巨竜の血が必要らしいんだけど。どうしてセリさんがそのことを？ライザが倒れてから寝言をいろいろ言っていた。気になった言葉を覚えておいただけよ。そういえば道がどうとかも言ってたよね。そう、道を見つけたの。あの竜の頭骨の奥、道になってるはずだよ。ちょっと待ってくれよライザ。今の話って全部ライザの夢の中のことだろ。もしかしたらただの夢かもしれないのに、それを信じて行動して大丈夫なのかよ。でも今はそれしか頼れるものがないんだ。とにかくまずは巨竜の血を用意しなくちゃ。用意って言ってもそんなの作れるの？多分ね。けどそのためにはまだ情報が足りないの。だからもう少しだけ遺跡の中を調べてみよう。こんなのはどうかな。何にしようかな。お、いい感じかも。次はどうしよっかな。お、いい感じかも。何入れよっかな。何をしようか悩んじゃうな。何入れよっかな。いろいろやってみたいな。いけー。うんうん、悪くないね。これで竜の心臓を動かせるはず。大丈夫だよフィー、本物の血じゃないからね。ねえライザ、竜の心臓を動かすとあの遺跡が機能するようになるんだよね。まさかとは思うけど、例えば遺跡の竜自体が動き出すなんてことにはならないかな。それは大丈夫でしょう。だってあれ完全に作り物だったし。もし何か動くとしたら、例えば遺跡の内部に仕掛けがあってみたいな感じだと思う。うん、私が見た遺跡の記憶でもあの竜が動いてる様子はなかったかな。それならいいんだけど。それじゃ、荒野の遺跡に戻ろう。君たちは？思い出しそうなんだ。とても重大なことを。思い出してくれ。どんなさまつなことでもいい。
どうしてこんなこと忘れていたんだろう。みんなに伝えないといけなかったのに。それは何だ。それは一切考えていなかったわけではない。わけではないか。このままでは危ない。急いで伝える必要がある、ライザたちに。動き始めたぞ。それじゃ、つまり、うわっ、壁の竜骨が動き出した。お、待って、今谷の下の方で聞こえたよね。結構大きい音だったみたいだけど。これで奥に進めるようになったんだよ。行ってみよう。くしなんか寒いと思ったら、なんなのここ。すごい、どこもかしこも凍ってるわ。ここだけ世界から切り取られて、時間が停止してしまってるみたい。こういう神秘的な光景を目の前にすると、トレジャーハンターをやっていてよかったと思えるぜ。どうしてここだけこんなことに。ライザさん、夢で何か見ませんでしたか。わかんない、夢の中でもここには来てないし。魔力のせいよ。ここにはなぜか氷の魔力だけが流れ込んできている。そのせいでこの谷は氷結してしまったのよ。ライザが寝言で言っていた魔力バランスが崩れたことが関係してるみたいね。地上だけじゃなくて地下もこんな状態になってしまうなんて。とにかく今は先に進もう。遺跡の中心はきっとこの先にあるから。この遺跡や地上を元に戻せるかどうか考えるのは全部終わってからだよ。もっと情報を手に入れないと。Thank you.
いっけー。なんだ、余裕余裕。当てる。そこ正解。連続よ。そこ当てる。伸びろ。そこ正解。連続よ。ライザ行くよ。当てる。任せてください。そこまだまだ当てよ。吹いて援護して。そこやっ当てる。届いて。そこまだ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 。当然の結果よ。ザクザク。糸を集めるのも慣れたものよ。くるくるくるっと。それ。ザクザク。ワクワクするね。何が出るかな。よーいしょ。そんなのでいいならでかい砂袋買ってアトリエに置いときゃいいのに。そりゃライザ、あれ見て。あ、あれはあの水晶だ。ほら見て、フィー、あれがあればきっと元気になるよ。フィー、ライザ、早くフィーちゃんにあの水晶を。ライザは無事か。ライザ大丈夫。うん、フィーが教えてくれたから。どうやら簡単には手に入れさせてくれねえみたいだな。ああ、けど引くわけにはいかねえよな。その水晶はフィーを元気にするために必要なの。
だから邪魔しないでよ。絶対に負けないんだから。さあ連続よ。そこ。正解。連続よ。当てる。任せてください。そこそこ、パトリシアさん合わせて届いて。伸びる。そこ止められるかしら。最後は激しい援護するよ。大丈夫、任せてください。当てる。そこやだ、待つ。届いて、伸びろ。まだまだ当てる。剣の舞に止められるかしら。まだまだ最後は激しく。この剣が見えるかしら。行け、援護するよ。ライザ行くよ。さあ始めるよ。戦況を変えるよ。当てる。そこ、まだまだ行け。正解、連続よ。どうだ、決めたいよ。まだまだ、もう見る気の到来よ。任せてください。当て風よ、吹いて。何か使えるものはないの。これで終わりよ。そこ、そこ、まだまだ逃がさない。行け、これでパトリッツ当てる。援護する。そこ、まだまだ伸びる。逃がさない。そこ、これ届いて。まだまだ当てる。剣の舞に止められるかしら。まだまだ逃がさない。激しく、ラベラ激しく。パトリッツさん、その剣が見えるかしら。まだまだ当てる。これなら見える。援護するよ。当てる。あなたたち逃さない。任せる。当てる。正解、連続よ。どうだ、まだまだ逃がさない。行け、そこ、連勝。巨大の一撃、当てる。冷たいよ。まだまだ任せてください。逃がさない。そこ、一気に行くわ。そこ、当てる。やっ、届いて。まだまだ逃がさない。行け、せん。これで剣の舞に止められるかしら。パトリシアさん、合わせて。最後は激しく、だけだけしく。まだまだ逃がさない。ところかしら。ちょっとは成長できたかな。もっともっと強くなるぞ。私もまだまだ成長途中のようね。実践で得た経験、無駄にはしないわ。これでフィーを元気にしてあげられるね。いつまたフィーが倒れるかわからない。早く水晶のところへ行きましょう。うん、フィー、もうちょっとだからね。フィー、さあフィー、これで元気になるからね。それじゃ、一緒に触ろうか。待って、
あれ、リラさんにアンペルさん、どうしたんですか、そんな血相変えて。ライザ、ダメだ、そいつに触れたら。え、アンペルさん。やった、フィー、やっと元気になったみたいだ。よかった、やっぱりフィーはこうでなくちゃ。これで全ての鍵が開いてしまった。なんてことだ、恐れていた最悪の事態になってしまうとは。どういうこと、二人ともそんな顔して。順を追って説明したいが、ここで長話をするわけにもいかん。一度町へ戻ろう。そこで私たちの知った真実を話す。私の調査が正しければ、この王都のほど近くにある遺跡、壁画が描かれていたあの大遺跡の奥に異界への門がある。え、マジかよ。あの遺跡の扉は他の5つの遺跡にある鍵によって閉じられている。壁画の内容はそういうことだ。でも鍵って、他の遺跡にはどこにもそんなものなんて。それぞれの遺跡の奥に水晶があっただろう、あれが鍵だ。正しくはあの水晶が持っていた魔力が鍵だったと言った方が良いか。あれはまさしく異界にある魔石で作られていた。もっともあそこまで巨大なものは滅多に見かけないがな。詳しい仕組みまではわからないが、あの水晶に魔力が宿っている間は大遺跡の扉には鍵がかかっている。しかし何らかの方法で魔力の供給を閉ざしたとき、あるいは魔力そのものが失われたとき、鍵が開く。どうなるってんだよ。あの壁画のあった場所だ。あそこに行けば扉が開いている可能性が高い。そうか、伝承の五風の先に砦ありってそういう意味だったのか。遺跡の数じゃなかったんだ。そんな、だって私はフィーが元気になるようにって、元気になって嬉しいなって思って。それであれらの遺跡を作った当時の連中も、まさかこの生物がこちらの世界にいるというのは想定外だったんだろう。異界の魔力がなければ長くは生きていけないからな。だが扉が開いたこと自体は別に大した問題ではない。問題なのは大物のフィルスサが目覚めている可能性があるということだ。そんな奴がいるのかよ。それってあの虫歯みの女王みたいなやつ、3年前になんとか倒したあの。それを上回る可能性すらある。とはいえ伝説でしかない、確証は何もないが。私もその話は知っているわ。でも私は役目が違うからそこまで詳しくはないけれど。二人とも知っているとなると、そういうやつがいるってのもただのヨタ話じゃなさそうだな。無論必ずそいつがやってくるという話ではない。ただ何かが目覚めている可能性はある。どうしてそんなことがわかるんですか。虹の卵は王の目覚め、連なる巨星のたもとより緑を焦がす災い来たる。今のってずっとわからなかった伝承の箇所だ。アンペルさん、
どこでそれを？湖の底の遺跡にいた星の民からだ。おかげで伝承について知ることができた。私たちが独自に調べた情報を持っていったところ、失われていた記憶が蘇ってきたらしい。なるほどな。つまりその災いっていうのがリラさんたちの言う大物のフィルフサってことか。伝承の他の部分もその内容はどれも真実のようだった。ならば災いというのも何かの真実について書かれていると考えるのが自然だ。虹の卵は王の目覚めっていうのは？王の目覚めって、この部分がフィルフサの大物が目覚めているかもって言った理由か。あと、私ちょっと思い出したことがあるんです。ライザさん、最初に持ってましたよね、虹色っぽく光っていた石を。それってフィーの卵のこと？もしかしてフィーが卵から帰ったことって何かに関係しているんじゃないでしょうか。フィルフサの王が目覚める何かのきっかけになったのでは、ということね。フィー、ということはまたフィルフサがこっちにやってくる可能性が？ないとはとても言えない。なんとかしなきゃ。まずは本当に扉が開いているのか確認しないと。